皆様、こんにちは。中国研究院ヨガ武術院、成沢誠二です。本日もよろしくどうぞお願いいたします。同時にですね、日本科大五金技クラブもよろしくお願いいたします。はい。今日本日はですね、2023年10月15日ですね、日曜日。雨の日曜日になりましたね。今回からですね、新しい日本での鳴沢式養生論、そして養生講は健身機構、肩後筋技、そして太極拳、十三世ですね、八方五方を今行っています。そして武術研修になります。私はですね、1982年に中国武術を学び始めました。そして中国にはですね、1985年から2019年34年間中国での学びの経験を生かしております。それをですね、これからの日本で、やはり生かしていこうということを考えております。はい。で、これで、2023年10月15日、日曜日ですね。単位暦ですと9月1日になります。単位暦では7、8、9という時期が秋ですね。もう晩秋に入ります。そして二十四節気では甘露から霜降と言いますね。これが10月の24日になります。それ本日はですね、もう最低気温は15度、そして最高気温でも予想で19度ですから、ほぼ霜降という時期になります。これがですね、11月の8日、立冬になりますと、最低気温は11度ですね、最高気温は20度というふうに、気温がどんどん下がって空気も乾燥していきます。これらでやはり大事なのはですね、この呼吸法ですね、吐納の術、古気を吐いて新しきを取り入れる。そして動員術ですね、体の巡りを良くする、気の流れを活性化する、それがやはりこれから晩秋というのが大事になります。それ呼吸運動ですね、肺の機能強化、全身運動ですね、夏の間に心臓の活性化と血液の循環が良くなっています。そして意識運動、脳ですね、の働きを高める、落ち着き、集中力、記憶力強化、判断力、分析力ですね、それが高まっていくようになります。ここ最近ではですね、もう一度暦というのは評価され直しているようで、この時空旅人というんですかね、陰陽師、と古代暦の世界という本が出されておって、それをですね、ちょっとこう買ってみたんですね。安倍の生命ですね、が特集になっております。そこで、やはりこのようにですね、二十四節気を重視してたということが紹介されていて、とても喜ばしいことだというように思っております。そして、今の時期ですね、これから1ヶ月ぐらいでかなりの、肺の機能強化というものをやっぱり行うことが大事です。私の持論としてはですね、体の仕組みと働きを理解して、その機能を高めるということをいつもご紹介しています。これが人間の体の構造なんですね。これが鼻になります。そろそろですね、気になる方もいらっしゃると思うんですが、これが鼻の構造で、寒くなるとここから水分が多く出てきます。ですからこれは出さなければならないんですね。そうすると新しい水分がどんどん出てきますので、鼻の通りが良くなりますので、鼻は肺の窓と言います。これがとても大事です。これがですね、どうなってくるかというと、これ鼻から喉ですね、そして寝ている間にですね、これはいつもやるように、こんな感じになってます。これ寝ている間ですね。この鼻の成分も寝ている間にこっちの方に来ます。ですから、この辺りで溜まるんですね。これをやはり、うがいやですね、そういった洗浄でですね、これを取らなければならないです。これはですね、口からやはり出すということが大事で、たまですね、口からやはり洗面所なので、出すことが望ましいですね。今回の動画の前にもですね、この作った呼吸法、それを一緒にブログの方にも載せておきますね。それもご覧ください。やはり今日はですね、ちょっと紹介したいものがありますね。これは前の呼吸法で、この鼻の洗浄ですね。これをやることで、鼻の火の通り、先ほどの鼻の図柄を見せました。あれで洗浄がきます。最近はですね、結構機能的なものがあって、こういう注射器型、結構大きいですね。これをですね、ぐっと水を入れて、それでここでピューっとやって洗浄するとい
いうものがありますので、痛くないですね。まあ、結構こういったものもだんだんおすすめです。それ今回もですね、紹介したいことがあるんですね。やっぱり日本でのという紹介をしましょう。これですね、今日はちょっとまた嫌がる方もいらっしゃるかもしれませんが、実践しましょう。これはこの、ソンバーユというですね、バーユです。これをですね、鼻を洗った後、このところ洗いますね。その後、このバーユを塗るといいんですね。これはあの、ちょっとやってみますよ。これはあの、私の方でやると。まあ、まずは薬指。薬指で片方の鼻を、こうやると、この奥まで届くんですね。はい。反対も。では、これ見ると、この辺まで行きます。鼻の、この辺りまで行きます。で、これをですね、今度はさらに、小指を使って塗ります。小指を塗ると、この辺まで行きます。そして、こちらの、そうすると、ま、寝てる間どのようになるかというですね、これ朝晩やられるといいですね。こう寝てる間ですね、まあ、その時にこう鼻の内側を通ってきて、そして非常にきれいにですね、この鼻の奥も洗えますし、その油がですね、喉の方まで通って、とても快適になります。それと呼吸法を組み合わせるということを行っていけば、これから晩秋から冬の入り口に入ってきますので、その時でも健康で元気にいられます。それをですね、やはり実践されることをお勧めしたいと思います。で、今日も最後までご視聴ください。ありがとうございました。またよろしくどうぞお願いします。ぜひ実践されることをお勧めいたします。